はい、こんにちは、中本白秋です。今回はハーバード大学の図書館の壁に書かれた落書きの一部をご紹介します。ハーバード大学は言わずと知れた世界最高峰の大学です。アメリカボストン郊外にある膨大なキャンバスを有した私立大学です。イギリスの植民地時代に設置されたアメリカ最古の大学でもあります。ハーバード大学の図書館の壁に書かれた20箇条の名言のその一つをここに紹介します。5つ目にですね、こんな名言があります。勉強に励む苦しさは今だけだが、勉強しなかった苦しさは一生続く。 The pain of study is only for a moment, but the pain of not having study isForever. それではここで図書館の壁に書かれた名言の一つ、勉強に励む、これを練習してみましょう。名言の勉強に励む、この、勉強に励む、この文をですね、解説してみましょう。まず勉強の勉っていう字を書いてますね。勉、こうして、ここはちゃんとくっつけて、ここ少しくっつけるとこう窮屈になります。これちょっと開けてこうして、最後少し上がるようにしてこうです。勉、そうですね、この字ではですね、こうありますと、ここの部分に間を取ることですね。そして、ここは少しこう上がりながらこう跳ねる。こういうふうに下がらないことですね。これ、ちょっと書いてみますと、こう来て、こう。ここをですね、こういうふうに下がる人が多いんですけども、そこをこういうふうに書きますと、文字がこう右下がりの、こう下がっていくイメージになりますから、よくないですね。あと、これも、よく書かれるケースです。こうして、ここもこうくっつけますと、ここをくっつけると、こう窮屈です。これが窮屈になりますから、ここを少しこう開けた方がいいですね。あと、ここの文ですけれども、こうして、こういうふうにしない。こうしたり、こんなしたり、ここはこう狭いのは良くないですね。ゆったりと、おおらかにゆったりと、ここにゆったりした間を取るようにしましょう。これが勉の美しい書き方ですね。最後にも、次は勉強の今日、弓編ですね。こうして、これぐーっと、この9日の真下ぐらいまで持ってきて、そしてこちらに軽い右足のリズムを残すように書きます。このように書きましょう。書き終えた時に弓編よりも少しこう上がってるんですね。で、ここのこの口の閉じ方はですね、こうしてこうに閉じてください。虫ですね。これをこうに閉じないことですね。ここのところの違いですね。これはバツ。こういったところは注意しましょう。次は励むっていう。できるだけこういう形を意識して、そして右側の力ですね。このような感じですね。ここの部分が狭くならないようにですね。この部分ですね。よくない例。こうして、こうして。こうすると狭いですね。ですから、この分が狭くならないように、十分、これを書くときに十分こう間を取って、こういうですね。ここの余白を十分取って、このように書くようにしましょう。あと、励むの無ですね。無はこう、こう、キュッキュッとして、こんな感じですね。ここの分ですけども、こう丸くしたり、
こんなところも手を打ったりするのも良くないですね。こうすると無の企画はこういう企画になりますので、まずここのところキュッキュッ、考えがいいですね。遠くに点を打つことによって文字のこう規格が、懐の間が大きくなります。こうすると文字の領域を、これですとこういうゆったりした大きな余白を確保するようになりますので、無はこのように書きましょう。あと無はですね、ここ三角形のようにするんですけど、上の方でこうして下へこうに隠しておりますけど、これも良くないですね。この文とこの文がこことここがこう揃うぐらいです。こういう感じで書いてみましょう。以上、勉強に励む苦しさは今だけだが、勉強しなかった苦しさは一生続くの、勉強に励む、この部分のですね、文字の美しい書き方について解説しました。以上、これで中本白書のワンポイントレッスンを終わります。皆様ご視聴ありがとうございました。詳細は下のもっと見るをご覧ください。参考になりましたら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。